どうも皆さん、マーシーです。ということで、ガルパは毎年1月末にバレンタイン限定ガチャが開催されるんですけれども、昨年はキラフェスも同時開催されてるんですよね。なのでもしかすると今年もキラフェスが同時開催される可能性があるんですけれども、後にキラフェス限定は星5メンバーになると発表されていますので、ある意味では開催されれば6周年前から星5メンバーを狙えるガチャになってくるんですけれども、じゃあ星5メンバーが発表された後にこのキラフェスガチャをですね、引くべきなのか引くべきではないのか、ちょっと考えてる方もいらっしゃると思います。自分もですね、引くのは決めてるんですけど、ただ何連引こうかちょっと考えてる部分もありますんで、今回はそれについてちょっと喋っていこうかなと思います。今のキラフェスなんですけれども、新規のキラフェス限定メンバーを当てようと思うと1人当たり 0.5% なんでね、一番当てやすいんですけれども、新規以外のキラフェス限定メンバーを狙うと思うと、今提供割合が1人当たり、ちょっと今見れないんでね、何とも言えないんですけど、おそらく 0.01% あるかないかぐらいになってしまうので、これを当てようと思うとやっぱちょっと難しいですよね。なので、新規のキラフェスは 0.5% なので一番狙いやすいよっていうところと、あとは基本的には限定メンバーと一緒に登場しますので、その限定メンバーと一緒に狙えるっていうのが、やっぱり利点にはなってきます。じゃあ6周年開催予定のドリーム&きらめきフェスティバルガチャだったらどうなるかというと、こちらはドリフェス限定メンバーもキラフェス限定メンバーも両方出てくるんですけれども、星5の提供割合は 4% になりますので、そのうち新フェス限メンバーがおそらく2人登場してくるので、0.5%×2 で 1% ですよね。でイベント星5メンバーもおそらく2人登場してくるので同じく 1%、 つまり残りの 2% がこれまで登場したキラフェス限定メンバーが登場してくる確率になってくると思います。で仮に1月末にさらにね、新しく2人追加されたとしても、合計で14人で、提供割合は約 0.14% になってくると思います。そしてこのフェスガチャの交換所には歴代のキラフェス限定メンバーも交換対象になってるんですよ。なので、星5も出て、さらに全キラフェス限定メンバーを交換することもできるし、さらに、星4メンバーもね、普通に 6% 出てきますから、合わせたら 10% という高確率っていう、このガチャの方が圧倒的にいいんですよね。こっちの方が俺は引きたいんですけれども、ただですね、やっぱり全員に全員こうおすすめできるかって言ったらそうでもないのかなとは思うんですよね。まず200連分ぐらいもスター貯めてやるとね、もう課金してでもこんぐらい分回してやるっていう人は、正直1月末のキラフェスではなく6周年のこのガチャを引いた方が確率的には絶対得はするんですよ。こっちの方が絶対いいんですよ。ただバレンタイン限定が引けないので、バレンタイン限定が誰になるかで決めてもいいかなとは思いますね。でも6周年までにそこまでちょっとね、スターを貯めることは難しいぞと、あんまり引けないぞっていう時に、次のキラフェスでね、自分の好きなキャラクターのキラフェス限定とか、または期間限定が登場すれば、やっぱりそれはそっちの方が可能性はね、出る可能性高いので、やっぱりそこは引いた方がいいのかなとは思うんですけど、ただ今後のキラフェス限定に関して言うと星5枠になりますので、6周年以降のキラフェスの方が過去の、キラフェス限定は当てやすいままになっているので、キラフェス限定に関して言うと無理して引かなくてもいいのかなとは思いますね。であと課金ができるんだったら、今後のミラチケとかでね、結構遠い将来になるとは思いますけど、期間限定を交換することもできますし、あとはキラフェス限定もおそらく今後交換対象になってくると思うので、そこで交換するのもありっちゃありです。ただ気になる点が1点だけありまして、周年後のイベントから工場の星5メンバーがおそらく2人ずつ登場してくるんですけど、一番最初のイベントだけ提供割合が 0.5% だと 1% 足りないんですよね。だからといって最初のメンバーだけは 1% ですよってなると、星5の提供割合がね、今後不平等になってしまうので、運営はそういうこと多分しないと思うんですよね。なのでもしかすると周年イベント、毎回限定メンバーでしたけれども、ここで登場する星5メンバーは、3人以上でその工場メンバーとして登場する可能性もちょっとゼロではないのかなと思いますし、あとはね、ポッピンパーティーですよね。一番最初の最初期のポッピパって、イベント関係なく全員分にその星4メンバーが登場していたので、そういう最初期のポッピパ枠のような星5がもしかすると出るかもしれないんですよね。そうなってくると、キラフェス限定の提供割合が少し変わってきそうですね。